みんなのアルバイトプラスです。あちゃんです。ゆきです。セレゾーマリナです。はい、すごい人数が多いんですけども、今日はずっとこのカメラが回る前はうんこの話を、ね、して今はうんこが落ちてたりうわうんこってなるけど、と昔前まではな道うわうんこって感じやったってこと。何言ってんのこの喜べるなってことやの昔はもううんこその辺にいっぱいあってん。姫路とか街歩いてたらその辺いっぱいうんこあった犬の。だから飼い主のマナーがすごいここ数十年で向上したなと思って、そこからうんこの話をずっと繰り広げてたわけやけども、今日はこれ何の企画？今日は一般感覚テストっていうものをしたいと思います。一般感覚なんかないよ。以前ブラスさんがゲストに聞いた時に1500円という会場に対して安いっておっしゃってたんで、ね、そやめてさい言ったかな言ってた。嫌なやつだね。いや違う違う、それは間違ってね、眠たいから特に考えんと言ったけど1500円は高いよ。言い訳あかんから高いよ。今回は皆さんがどれほど世間の人たちとずれてるのかっていうのをチェックしたと思います。ずれてないこと証明するわちゃんと。一般人に聞いたアンケートを出すので割合とか答え皆さんで書いてもらって、うん、皆さん有名人なのでどのぐらい一般の方とずれた考え方を持ったりのかっていうのをチェックしたいなと思います。私たち有名人だね。有名人なの？初めて言われました。有名人、ね、これ以上言ったしばくよそういうのそういうので私たち落とし込むのやめてよね。落とし込んでるよそうやって。それでうっかりはいって言いもんも嫌なやつになるじゃん。なんか自信どう？でもさ、グラビアの人やからさ、結構男の人にいっぱい物もらったりするから値段とか知らんやろ。何を言うてんねんもらわないの？じゃあ感覚あるやん。じゃああると、あポジションに迷ってんなどっちでもいいやって思ってんだよね早く終われってチャンネル登録よろしくな。ゆきちゃんどうよ。でもそういう自信あります。意外とねゆきちゃんは常識家なのよ、はい、そう、結構高いものとかも買わないし、お弁当自分で作って持ってくるもんいつも。へぇ、そうそうそう、他の女の子たちには負けられませんね、うん、すごい睨んだねバチバチやろうよ早速、うん、一番私が庶民派みたいな人。はいはい、なんやちょっとちょっとあかんよ。どっちでも言うてたやん。でもありちゃん手を挙げなかったです、ね、え、だってモデルやもん俺絶対庶民派やと思う。俺だってハイボールな一番安いトリス選ぶもん。買うとき他のハイボールもあるけども一番安いのがハイボールのトリスやからトリス選ぶもん。うちは一番安いボトル買ってもちょびちょび水を買います。いいえあなたはクソ高い香水を50個とかコレクションして1個10万円とかする香水。趣味です。私たちは趣味でもそんなことはできないんです。みんな趣味持ってるでしょ。ティーバッグいっぱい集めるとかさみんなある程度の生活よ普通よやんなことあるわ。じゃあ早速第1問。一般女性に聞きました。20代彼氏への誕生日プレゼントの相場はいくらですか？いや、だからそういうの常識じゃなくない？え、常識じゃない。だって私何十万使うの？えあんた全然常識ないよ。常識ないよ。20代の前半か後半かにもよんねんけど、うん、全部、はい、あ、全般20代全般。20代の彼氏にプレゼントをするならいくらのプレゼントあげますか？と。女の子は何歳なのよ？女性は年齢はないです。40のおばはんがプレゼントするのと19歳の女の子がプレゼントするんじゃ値段変わるでしょうよ、うん、何その質問質問にも超えてる。一回飛ばしますちょっとやめなさいよ。いや一応じゃあ答えるよ。彼氏だもんね、はい、彼氏だし20代ね。何万から何万とかはあかんか聞き方限定してもらって、まあ、自分があげるで考えた方が。自分があげるのとはちょっと違う値段なんだけど。違う、どのぐらい自分と世間とズレがあるのかなので。ズレがあるのは知ってますよ。え、まあ、じゃあちょっと違うわ。自分があげるならでしょ、リアルでしょ。うち自分のあげるの書かへんで。ちょっと待って、自分があげるのを書こうよ。それだったらもうないよ。彼が欲しいやつを買いに行くから何十万とかあったらもう何十万買ってまう。好きな人にあげるんですかこれ？彼氏に。彼氏？誕生日？多分プレゼント。みんなそれぞれ書き方にね特徴があって、芹沢ちゃんはね1って書いて紙を全ての質問をこの紙1枚で済まそうとしてた。普通ポンって出すなよ。遊んだ。一番上にちっちゃく1って。いやいやいや、それでいいよそれでいいよ。そうそう、いい1って。え、どういうこと？こういうことよ。人が出るね。常識で考えてる。その常識がないんだよな。みんなの
アルバイト。じゃあ皆さんできたら、はい、いらっしゃいませ。せーの、じゃん、はい、3万、3万、5万、2万5千、細けえな30万、10から20万、2万円。これあれ、私は30万出すけど一般人は5千円ってこと？そう、5千円俺も普通の人は5千円から1万円ぐらいかなと思ってね。でも、まあ、自分は2万円出す。多分大学生がそんな感じかなと思ったね。10から15万って出す？彼氏やで。彼氏だからこそじゃないですか。アルバイトしたら15万普通に稼げますよ。自分はいくらもらん？100万。もうちょっと欲しい彼氏の誕生日ごとにそんな何十万も払われへん。まあ確かに毎回とは考えないし、いつか別れちゃうかもしれないし、分かんないし。30万見返りは求めない。いやー何それ。30万なんてさ、ぶっちゃけ一般の人が一月働いて30万とかや。 それ以外もさ、生活もみんな大変やんか。一般的にはさ、25万から35万の間の給料をもらって、そこから税金だ食事だなんだっていうのをやりくりしてたら2万3万ぐらいしか余らないわけよ。そう、逆算して考えるんですよ。彼の誕生日の3ヶ月前ぐらいから働き出すんですよ、うん、ね、そしたら20、30は稼げるんで、うん、毎日働けば、うん、そんなんやっても彼氏以外にもな、友達もいて、毎月誰か誕生日やねんで。最悪な LINE ギフトで済ますねんけど。そう、それは5000らしい。あ、それは5000。返しにくくない？1回友達に6万円ぐらいのプレゼントしたら、いつも誕生日プレゼント返してもらってたのに、その年だけ返してくれなかったんですよ。ゆきちゃんと付き合うやん、例えばな。ないけど、お構いから。でも付き合って、で俺のが誕生日最初やとするやん。ほんでゆきちゃんいきなり30万でなんかくれたら、俺もう別れる。ゆきちゃんの誕生日が来るまでに別れる。どうして？それ超える値段返さんとあかんやん。プレッシャーすぎるねん、それ。お金はいらないから、あなたの時間をくださいって。でも、ほんまに誕生日プレゼントを5000円のもんとか渡したら、ほんまにええの？それで許せる？いいですよ、許せます。でも、マリちゃんも私の味方ですよね。違うよ、でもこっちは見返り求めてる。もっと悪い。私は彼が喜んでほしい。5000円もらって嬉しくないの？私は嬉しいです。なんでやねん。彼氏は嬉しいか分かんないから、なるべくいいものあげたいなって。じゃあ15万超えてくると嬉しいんや。彼は思うかもしれない。何15万って？iPhone とか。15万って何？ブランドの一部じゃねえよ。とか。いらんってブランドも。いらんいらん、財布なんかいらん。もうカード入れでええねんもん、そんなもん。財布なんかいらんねんもん、クレカがあるから。はい、ということで答えを。一般の感覚は相場2万円です。イエーイ。私ぴったり賞よ。すごい。ほらに。疑ってはないです。疑ってたやん最初。みんな大体一緒。俺一般的よ。今高くないですか？なんとなくやけど、やっぱ彼氏やから友達5000円とかわかんない。友達は多分5000円やなと思うんだけど、彼氏ともなると愛情入って1万円、あ、もう1万円ぐらいの感じ。